ナッシュビルカントリーミュージックの聖地は、アメリカ合衆国のミュージカルテレビドラマシリーズ。アカデミー賞受賞者のカーリー・クーリー制作、R.J. カトラー、クーリー、D. ジョンソン、スティーブ・ブッキャナン、コニー・ブリットンプロデュース。主演は、落ち目の伝説的カントリー歌手のスーパースター、レーナ・ジェームス役のコニー・ブリットンと、人気上昇中の10代のスター、ジュリエット・バーンズ役のヘイデン・パネッティア。 アメリカでは2012年10月10日の東部時間22時、中部時間21時、ABC でプレミア放送。パイロット版は Hulu、iTunes、abc.com でプレミア放送に先駆けて配信された。約6年にわたって放送され、2018年に最終第6シーズンで終了した。日本では2020年4月にストスプラから日本語字幕。 吹き替え版が配信された。パイロット版に対する批評は特にカーリー・クーリの脚本やキャスティング、コニー・ブリットン及びヘイデン・パネッティアの演技がおおむね、好評であった。ナッシュビルは、第39回ピープルズ・チョイス・アワードのケイバリット・ニュー・ティビードラマ賞及び、第65回全米脚本家組合賞のベストニューシリーズ賞にノミネートされ、第70回ゴールデングローブ賞においては、 テレビシリーズ演技賞主演女優賞に、コニー・ブリットン、助演女優賞に、ヘイデン・パネッティアがノミネートされた。レーナ・ジェームスはかつては、カントリー界の女王であったが、最新アルバムの売り上げは伸びず、コンサートツアーのチケットは半分しか売れていない。彼女のレコード会社は若く、セクシーで売り上げの良いロック調カントリーの新人歌手、ジュリエット・バーンズの前座をすることを提案。 紹介の席でジュリエットは意識的にレーナを無視。ジュリエットの音楽スタイルが好きではないレーナはジョイントツアーをすぐに拒否。レーナの元恋人でバンド仲間の二人のコンサートツアーに出演契約をしているギタリストのディーコン・クレーボーンをめぐり二人は対立する。レーナと仲の悪い父親で大富豪のラマー・ワイアットはレーナの夫のテディコン・ラットに ベネシー州ナッシュビルの市長に立候補するよう説得し、レーナの人生はさらに混乱する。2011年10月初頭、ABC はカーリー・クーリの脚本を購入し、2012年1月27日、パイロット版の制作を要請。2012年3月より、パイロット版の撮影開始。2012年2月14日、イギリス人俳優サム・パラディオが、パイロット版で、 最初のキャスティングとなった。2012年2月17日、オーストラリアの女優クレア・ボーエンが、スカーレット・コーナー役、2月22日、ジョナサン・ジャクソンが、エイブリー・バークレイ役、翌日、エミー賞受賞者のパワーズ・ブースが、ラマー・ワイアット役、2月29日、ジュリエット・バーンズが主要なライバル役であるヘイデン、パネッティア役、3月5日、エリック・クローズが、レイナの夫、 テディコンラッド役3月6日、コニー・ブリットンが主演の40歳のカントリーの落ち目のスーパースターであるレイナ・ジェームス役にキャスティングされたことが発表された。パイロット版は R.J. カトラーが監督。2012年5月11日、ABC で取り上げられ、2012年から2013年のシーズンで放送されることが決定。 2012年10月10日の東部時間22時、中部時間21時にプレミア放送。カナダでは CTV2 で同時放送される。2012年10月2日、ビッグマシーンレコード社からドラマ使用曲のカバー及びオリジナル曲が発売されることが発表された。オリジナル曲はザシビル・ウォーズのジョン・ポール・ホワイト、ヒラリー・リンゼー。 エルビス・コステロにより作曲される予定である。メタクレティックでは20件のレビューで幅広い指示により1 0 1中85位に位置づけした。2012年6月、ナッシュビルはパイロット版を見たジャーナリストたちによる批評家が選ぶテレビショーで最も楽しみな番組の5作品のうちの一つに選ばれた。ありがとうございます。